はい。では本日の暗号通貨ニュースをお届けしましょうか。2020年9月7日、10時半ですね。10時27分でございます。まず ADA 見ていきます。10円終わりましたね。 えー、これは特に驚いたことでも何でもなくって、あの、2円から4円、4円から6円、6円から8円で、それぞれ私は購入をお勧めしてきました。そして、えー、動画とともにね、動画でご覧いただいている皆さんと共とに、えー、追加購入をしてきましたけども、そこまでなんですよ、購入するものっていうのは。そこで購入した方っていうのは、未だに含み益出てるじゃないですか。ですんで、自由なところでエグジットできるわけですよね。で、逆に言うとですね、 えー、まあ、2円から8円あたりで買った方あ、こういった方っていうのが利益確定をするために13円から15円のフェーズを待っていたわけなんですよね。 もうね、2倍とか3倍とかになったわけですから、じゃあそこで、イグジットをする。で、そこで利益確定をするってことは、そこそこの金額を買ってる人ですよね。少なくとも数百万とかを買ってる人なんで、含み益として数百万から1千万前後、こういったものを、お相場から抜いてですね、えー、退場していくわけなんですよ。当然、ADA 売られれば値段が落ちますんで、で、値段が落ちればですね、含み益を持ってる人から順番に売っていきます。で、含み損になった方は、これはですね、もう狼狽してますね。 え、どういうふうにするのか、本当に、これから値段が上がるのかどうか、ドキドキ見てるわけですよ。で、含め益が出てる方ってのは、まだ耐えることもできますし、当然、あの、利益確定することもできますんでね、自由度が高いということなんですよ。まあ、ですので、10円を超えたら、A だってのは、私は、ADA はね、えー、購入しましょうみたいなことは全然言わなかったわけですね。10円超えると、さすがにね、利益確定のタイミングが一回来ますから。ただですね、この、ADA が、もっとね、 15円とか20円とか30円っていうあの、そういう仮説が成り立つようでしたら全然買うのは OK だと思います。今こういう時でもね。仮説が成り立たないのに買っちゃうとダメなんですよ。そして仮説はどうやって立てるかっていうと、あこテクニカルをきちんとマスターしていれば、FX 等々で練習していれば、その仮説が立つんですね。 私は今のところ仮説はまだ立ちませんので、短期ではね、長期では立ちますけども、長期っていうのはもう10年前後ってことなんですけどもね。えー、でも、ここ数ヶ月とか、うん、長くても1年っていう単位で言われると、これはどうなるかわかんないですね。ということで、えー、私は10円以下なら買いだけども、10円を、 お上回ったらね、あとは理学のポイントが来てるだけだよってことこれ一貫してこれからもお伝えしていこうかと思います。またフェーズが変わったりとかね、新しい、えー、仮説が立つようになったら別のこと言うと思いますけども、今のところはね、新しい仮説を考えるつもりはありませんので、えだいたいこの ADA の FX ではね、あの、10円以下で買って10円以上で売るみたいなことで勝負していこうかなと思います。次、ビットコイン見てみましょうか。ビットコインもかなり値段が下がりましたね。うーん。 これもだから95万円前後で購入ですよと。少なくとも100万円超えたら買いませんよってことを言っていた通りですね。もう今はもう売りだけです。売るだけで利益が確定できるわけですから、私の言うところで購入していた方は皆さんまだ含み益ですからね。しかも BTC ってのは、あの、金額が大きいんで、結構ね、利益取れるでしょ。うん、ただこれね、130万を目指して、うん、100万以下でずっと仕入れてましたんで、 うーんこのね、売りによる圧力ってのは、単価が大きい分だけすごく大きいんではないかなと思うんですよ。ですんで、一気にガクガクと落ちたような気がしますけども、でも販売単位ってのはそんな大きくないんですね。まあですんでこれ回復も早いのがビットコインの特徴です。ね、ここがポイントですよ。回復が早いビットコイン。単価が大きいからです。ね、他の通貨ってのは、ある程度の量を買ったり売ったりしないと上下しないってところがありますよね。まあ出来高がね、 あのでき高で,すけんですんで割合としては似たようなものになると思いますけども、まあ、心理的な圧力としてビットコインっていうのは1個とか2個とか10個の販売とか購入がものすごく相場に影響しやすいってことですねまあやっぱりビットコインですよおメインはビットコインがどうにかなるかによって他のいわゆるねアルトコインがどうなるのかってことが決まってくると思います ですんで、ビットコインに先行して他のコインが、ああ、出し抜けることはないんではないかなって思いますね。これ別の考え方もあるんで、ないんではないかなっていうふうなね、曖昧な言い方になりますけどもね。はい、チャートもしっかりと落ち着いてきましたね。だから100万円切ったら今度は、あ別に買われると思うんですよ。私みたいなの買いますからね、100万円切ったら。少なくとも95万円に達するまでに大量取得しますんで、まあ、こんなこと言わない方がいいですね。すいません。どこで買うかを言うとね、それよりも先に買う人が出てくるんで、 やめておきましょうはい。続き。XRP。はい。30円前後で推移していたものが、今25円、26円を切ったあたりです。えー、XRP が一番値崩れが小さかったかなという感覚ですね。まあ、単価も単価ですけども。まあ、これは、うん、私はもう、すでに追加購入することは一生ないと思います。ただ、決済のポイント探してるだけなんで。平均取得単価がね、まだまだ上の方にいますからね。うん、厳しいですね。 まあでも一回諦めていた XRP なんで、これがね、うん、今年中に40円とか60円になっていただければ、うん、もう同じですよね。そこで決済してもいいかなと思います。含み損はまだ出てますけど。40円から60円でも含み損ですからね。 だから本当に高値掴みしちゃった私の XRP に対する先見性のなさということです。ただこれも XRP の認知度が高まっていって利用者が増えれば値段が上がるわけですから、XRP のね、ネガティブなことを言うんではなくて、ポジティブなことをあの別のチャンネルになりますけども、XRP の利点とかね、これからどういうふうに XRP が展開していくのかっていう、このファンダメンタルのことはこれからも発信していこうと思います。そうすることによって希望を抱いた人がね、XRP を応援してくれたりとか、えー、契約してくれたりとか、 購入してくれたりとかして、XRP の値段が押し上げられると思いますんでね。ですので、XRP 持たれてる方、ぜひね、あの、いい噂をいっぱい流してください。それだけで値段上がります。これ本当ですよ。自分で買って値段を上げるという方法もありますけども、いい噂を立てて、たくさんの方が買うことによって、値段を上げて売り抜けるという方法もあります。まあ、これを言うとね、ほんとゼロ様ゲームですよね。うんまあ、みんなが儲かることはないですから、投資事ってのは。誰かが出費をしているから、誰かの、それが売り上げになるってことですからね。 ま、ですんで、みんなで儲けましょうみたいなことは、ありません。暗号通貨セミナーとか ICO とかで、みんなで儲けましょうって言うけども、そんなわけないですからね。大多数の人が損するから一部の人が突出した利益を得るわけですから。この心理は変わらないですからね。ということでございます。はい。ありがとうございました。